ホセオルテガイガセットは、スペインの哲学者。主張に、ドン・キホーテをめぐる、試作、大衆の反逆がある。W. ジェームズに触発された、実用主義的刑事上学により構成され、フッサールの実在論的現象学の方法を用いた、性の哲学を展開し、原始実存主義や、ディルタイ、クローチェとも比較される、歴史主義などといった彼の諸思想の基礎となった。 マドリード生まれ。父親は、巧妙なジャーナリスト、ホセ・オルテガイ・ムニーリャ。母親は、ドローレス・ガセット。父親は、当時有力誌であった、エル・インパルシアル氏で評論を展開しており、後に、オルテガ自身も多くの論説を市場に投稿するようになる。オルテガは早熟でもあり、7歳ですでに、セルバンテスの、ドン・キホーテを暗唱することができたという。 14歳まで、マラガ近郊のイエズスカイ経営の学院で学び、1898年、15歳から、マドリード大学で学び、1902年、19歳の時に学士号を取得。1904年に、紀元1000年の恐怖で哲学の博士号を得る。他に、エル・インパルシアル氏に、いくつもの論評を発表した。1905年から1907年までドイツへ、 留学しライプツヒ、ベルリン、マールブルクで、カント哲学を研究。特に、マールブルク大学では、新カント派のヘルマン公園や、パウル・ナトルプから強い影響を受ける。他に、フッサールの現象学、ディルタイの哲学からも影響を受けた。1910年に、スペインへ帰国後、マドリード大学で、刑事上学の教授に就任。スペイン王政法会の前夜、 知識人からなる政治結社、共和国法師団を結成し、1931年にスペイン第二共和制が成立すると、政権議会の議員となり、新憲法制定まで議員として活動する。スペイン内戦勃発時にアルゼンチンのブエノスアイレスに亡命し、1942年にヨーロッパへ戻るまで過ごす。1945年の中頃までに、 ポルトガルに定住し、徐々にスペインを訪問し始める。1948年、マドリードに帰還。同地に人文化学研究所を設立し、同研究所で教鞭を取った。帰国時からフランコ政権に敵視を表し、政府は人々の信頼に見合わず、オルテガの信念はフランコと相入れないものであると述べた。オルテガの思想は、 性の理性をめぐって形成されている。性の理性とは、個々人の限られた性を媒介し統合して、より普遍的なものへと高めていくような理性のことである。オルテガは、自らの思想を体系的に構築しようとはせず、明治的論証なき学問と呼んだエッセイや、ジャーナリズムに発表した啓蒙的な論説や、一般市民を対象とした公開講義などによって、 事故の思想を表現した。オルテガの関心は、刑事上学にとどまらず、文明論や国家論、文学や美術など多岐にわたり、著述を行った。彼の定義によれば、大衆とは、ただ欲求のみを持っており、自分には、権利だけあると考え、義務を持っているなどとは、考えもしない、つまり、自らに義務を課す、高貴さを欠いた人間であるという。また、 近代化に伴い新たにエリート層として台頭し始めた専門家層、特に科学者に対し近代の原始人、近代の野蛮人と激しい批判を加えている。20世紀に台頭したボリシェビズムとファシズムを野蛮状態への交代、原始主義として批判した。特にボリシェビズム、ロシア革命に対しては人間的な生の始まりとは逆なのであると述べている。 自由主義より論的、科学的真理ではなく、運命の真理であるとして擁護している。保守主義者と評されることもある。日本では、西部進むが影響を受け、しばしばオルテガの発言を引用している。ドン・キホーテをめぐる政策、現代の課題、大衆の反逆、無脊椎のスペイン芸術論集、芸術の非人間化、ベラスケス論、ゴヤ論ほか、危機の本質。 ガリレーをめぐって、体系としての歴史、個人と社会、人と人々について原署名、エル・オンブレ。ワイラ・ヘンテ、哲学とは何か、愛について、世界史の一解釈原署名、ウナ・インタープリトゥセオーネ・デラ・ヒストリア・ユニバーサル、小論集、観念と、信念、思考についての覚書、ヨーロッパ論、司書の使命、ドン・ファン入門。ありがとうございます。